でもね、本当は語りはありなんだけどね。本当は語りありですよ。あの、役語りは、だって、ね、巨人が役を炙ってスライドする定番中の定番だけど、そういうのもあるからね。うん。役語りは別に、本当、本来はね、デフォルールではありですよ。でもあまりに 3D ジノーサスのね、俺がやってた後半の方、あの、嵐みたいなプレイ。 役方ってそのまま降りないとかも。そういうもうふざけてるプレーも連発がたくさんあったからみんな、こううんざりして、多分、あの、紙、あの、役たりなし。野球をやる人もいるし、勝手に役方って、たま面に作ったら曲げるぞ。そこからスライドしても強靭か、強靭みたいな人になたりするか 場面的に本当は三人がいるのに村は四人が戦わなきゃいけなくなったりとかよくあって負けたからね村が混乱して負けること結構あったからね朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした 2番のプレイヤーは発言してください。はい、2番です。お願いします。特に仕様とないです。うーんと、信仰に関しては、僕の中で、えー、と価値観とか意見が合わない人を黒く見るのは、えー、と基本的にはしないです。えー、とその人がどういうい意見で どういう、その人の立場に立って、えーと、その人の発言を極力理解していく努力をすることを宣言します、ここに。ただし、えっ、ー、と、グレーズリー盤面、決め打ち盤面、えっ、ー、と、限らず、えっ、ー、と。しなくていいって。できないから。釣りたい人、黒い人がいない場合、そ,いいその人が後々僕の進行の邪魔になる可能性があるので、主観だから自分のせいだと気に入らなかったら釣りたくなるんだから。言か何言ってるか分からなかったらごめんなさい。以上。 理想の話、まあ俺女将だからどうでもいいけど、理想の話なんかどうでもいいから、できないから、うん、大丈夫だよ、できないから、まあ、できない、できないから、えーかね、理想は理想。それよりも現実的に自分の中の黒要素のれ、まあ、見つけ方の練習した方がいいよ。人の心を汲み取るんだったら、練習すればいいじゃん。成人屈こ俺はないし、とに騎士の気持ちに立って騎士を出させないとか。 村人ですむをすかさないと騎士のために。俺は最近、ベクトル精査が、ね、それでいいじゃん。ああ例えば、初心に関して、西村同様だけど、その人に対して殺意があるかどうか、その人を釣りたいかどうか。まあ、割と人狼って、そいつを釣らなきゃいけない。もしくは、誰かにヘイトを向けなきゃいけないから、そこの殺意の高さ、そして視点のな更新のなさとか、そこらを見て、すると、割と人が一応補足できたりします。最近、好きなベクトル精査です。はい、では、4番どうぞ。 4番のプレイヤーは発言する。しようはね。ありませんそうです、ね。2番さんの意見に関しては理解できました。すごいいい進行だと思いますし、いい自己開示だなと思いました。で、3番さんに関しては、自己開示に関しては理解したんですが、2番さんに対する印象、結局その印象はいい印象なのか悪い印象なのか、どっちかだけ。 教えててしかっったです、ね、って感じですすねね感じ個人的には、個人、自分の、まあ、進行論としては、2-2、まあ、番面にせよ、3CO 番面にせよ、まあ、その時々にベストな進行があると思うので、2-2は釣り切りますとか、3CO は決め打ちますとか、そういうのは現状決めたりはせず、その番面で決めたいと思います。回します。 5番のプレイヤーは発言してください。さいはい、お願いします。えー、っと、そうですね。4番さんに関しては、まあ、その時、その時で、まあ、やるっていうことで、まあ、具体的なことを言ってほしかったかなと思ってます。はい。まあ、22なら釣り切るとか、はい、なんかいろいろ、その時、その時じゃなく、今の、 具体的に言ってほしかったかなと思いました。で、3番さんに関しては、まあ、ベクトル精査、殺意があるかないか、その人の、まあ、2周目期待して聞こうかなと思ってます。殺意っていうのは俺はちょっと分かんなかったけど、はい。うん、まあ、2周目期待してますね。はい。で、まあ、2番さんも組み取る努力はするって、まあ、 結果つるんかいとは、三番さんと同じで思ったっていうぐらいですね。はい。6番のプレイヤーは発言してください。はい。そうですね。まあ、他人を汲み取ることはまあ無理でしょうね。うん。できない進行論述べなくていいですよ。役持ちがね、理由付けてくださいって言って、理由もつけてなくて村の雰囲気に流れて SG、SG だけたらつるっていう。理由も何もなくて村が SG だからってつるっていう。 乱視点も上げない。で圧倒のシングルを全然信じきれない。っていうことよくありますよね。そうなんですよ。綺麗な進行論。大体できない説あるんでね。3番のは何でしょうね。謎のベクトル生産ね。うん、謎ですね。うん、まあ3番でいいんじゃないですか。うん。そしたら6番を黒く見るんでしょうかね。3番をね。うん、おかしな話ですよ。村だってね、怪しい人を釣ろうとするんですよ。そこ,こは視点が抜けてるんですよ。4番もふわふわ。 で5番はね、なんかね、普通にから述べてる感じ風ですよね。はい。7番。適当でいいよ、適当で発い、まあ。発言してください。はい。まあ、現状よくわかんないのは、5番と6番かなとは思いましたね。ああえっと、2番の進行論に関して、3番 っていうのが、あ結局釣るんだ、へーって言ってるんですけど、まあ2番って、まあそ,それで白く、えー、黒くは見ないって言ってるけど、まあ何もなかったらそういう進行で釣りよって言ってるのは、まあ僕は普通だと感じたので、うん、3番がへーって言ってるのも違和感だったけど、なんか5番はそれに便乗したような感じで、なんか5番3、なんか5番2番釣りたいのかなって思って、5番がおかしいなって思ったのと、5番に関しては、 えっと4番の具体的に言ってほしかったっていうのはなんか必要ない発言かなっていうふうに思ったかな6番に関しては2番以外の345をんか雑に殴ろうとしていたのがよく分かんなかったですね、はい、8番のプレイヤーは発言してください,ださいはい占い師でしたさんまさん白ですさんまさん白把握お願いします5番さんと6番さんは、まあ、変だったかなと思います 5番さんはなんか4番にまあ俺が正しいいっって言って言る人はやばいから、ねえー、か5番に関しては分かんないけど6番は変だと思うよ。<laughs> だって勝つ気ないから、ね。でその番面に合わせする人物 <laughs>。役も出ないからもう。記事も出ないよなんだろう朝の終わらせたいからもう。いら6番が変だっていうのは最もう一でだよね。一般的には。 まあ 2>, 2番の進行論はまっうらい3番を向いていけばいいんですよ。6は単, <laughs> 単純に意味分からなかった。単純に意味分からなかったから、はい、変でした。これって言われたらね、6番返しづらいと思うんだけど、まあ、これ分かった人いたら教えてほしいわ。はい ああ、二の進行論はね、異常の空論だからって話じゃなんだ、はい。一周目よろしくお願いします。占い師でした。<っ>もうこのちょっと嫌なんだけど、ランダム五番さん、白五番さん、白。組み取るのが難しいのよ。あの、組み取るのがね、番番結構むずいのな。内向なんだけど、八番に関しては、五番の子が言ってることが変って、僕も変だと思ってるんですよ。 5番が変かどうかわかんないよ。なんで5番が変なの、まあ、なんで5と6で6囲わねえの不 <laughs> 思議だよな、<laughs> もう出ました。本当不思議だよな。と、はい、く見た瞬間に、そこで囲わなきゃいけない案件だと思うけど。<laughs> 偽何えっ、ー、と、村要素も拾ってなくて、6番さんが言ってることが分かんない。まあ、5番さんも含めてなんだけど、で7番さんの精査が一番しっくりきたんですね。まあ、いいんじゃないまあ、霊論はあの 2>, 2番の1へ出てください。狼だし、真面目なこと言ったで、釣られなかったら試合長引くし。うーん、そうだね。そうだよね。まあ、いいんじゃない釣られたら釣られたでもう。 これ返せないし。もうあと四番に頑張ってもらえばいいじゃん。初日釣りが。初日人狼で釣られるってイメージなんで。はい、よろしくね。例の弟子。まあ八番と九番に関しては、九番が,番ててもが。イメージっていうよりも。データ上三割切ってんのよ。まあ、商売の。人狼の勝率が。あんまり二割キューブとかっていう人は、ね。とてつもなくやばいレベル。なんそれに対する精査もしてほしいなと思うのと、うん、僕は霊能者でした。 私は1戦績見れたんだけど、2> 2完璧に。にそこれでデータ取るとは見ればわかるけど、人道で3割切ってる人っていないんだよ。よっぽどのレベルっていう。よっぽど下手な人でも3割。ちょっと下手な人でも4割。ないいうまあからない人、ね、5割も。ものすごいうまい人6割とかそんなもんだよ。 2番2周目、4番ちょっと印象悪く、3番ちょっと黒い。6番がちょっとだけマシで、5番車が何が分からな <laughs> なんで俺がマシなんだよ。おいおい、どこ、どうした、どうした、どうした。なんで俺がマシなんだよ、もう。自分で言うのもなんだけど、もう、辛めにかかってるローとしか思えない、狂人みたいな感じの発言だよね。だってローだったらやばいもんね。やる気ないローだよね。とてつもなく。 もうこんな発言してて謎の評価されるって俺震え上がってんだけどしてください何が俺が良かったんだろう。3番と喧嘩売れないしな。3番と喧嘩売れないしな。あ、出ないよ、出ない。よ3番多分俺を釣ってくると思うけど。はい。 それでいいんだよ別に三番がメタで俺のことを理解していたらどっちみちいんだけど話にならんから全部組み取ることは不可能だと思ってるからだから僕は意見が合わなくても人外しはしやられることを想定して四番とライン9かていただ組み取るどれもらわれるだしないことは別かなと思って仮に相手が人外だろうと村だろうとしていく努力をすべきかなと思いますはい。 まあ6番は何か安易に3番釣りをしたなぐらいの印象でしかないかな。7番の言ってることはまっとうだった。4番に関しては、えーと、まあ僕のことを若干評価してくれたけど僕の発言って穏やかなボイスで6釣りをしてしいきます。言いそうだな。これ3番とね戦うつもりだったけど、あ今日は出ない。めんどくさいが。当人が出てるし、めんどくさいし。 んーと、現状、グレーで別に怪しんでる位置はそんなにないかな。まあ、6番が3番を釣りちゃんに上げたことだけが違和感ぐらいです。占い師に関しては、まあ、9番のなえパッションみたいなのはまあ分からんことはないけど、別にそれが新要素だとは思っていません。8の言ってることに違和感はなかったです。以上いいんじゃない のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、8級の精査はついてないっす。うん、まあ、なんか一番が、俺が多分出てないって、一番の視点がまずそうだから。なんか4番は2番の評価がよく分かんなかったんだよな。今、そんな印象良かった。<laughs> 分かんないんだけど。あっ、そうと思ったから、あと4番視点で変だったのが、3、1番面で決め打つ、決め打たないって何なんだろうなと思って。3、1番面で決め打つって、決め打たない、決め打つ。 決め打つっていうのは、どうせと、偽を決め打つっていう視点があるけど、なんか、4万がいた22番面で、特殊な盤面とか、何なんだろうなと思ってたから、4は何ってなろうと思ってて、6番に関しては、3万の要素だった場合、じゃあ5番4番に対してどう思ったのかなと思うたら、6万釣って1だと思ってる。7番あと、じゃ一1万に直っと7番釣らなくていいや。24の9。これは6番は釣っちゃっていいんじゃないかなと思ってれば、なんか3番の指摘うんじゃなくて、ベクトル精査をしたときにその殺意がどうかっていうから、6番の思考はあまり無駄じゃなさそう。 狂人は狼。そこら辺にあるんじゃないその場合、8番、9番、振動だけど、6番に関して持と思ってから、6番つって1だと思ってます。ただね、5番はね、確かに7番がいた通り、5番視点の評価の仕方が分からなかったなと思うから、5番に関してはよくわかんない人物かなと思ってるけどね。ただ、申し訳ない。8番、9番の強さがつかないから、1番のさだったらもう一回聞けんだろ。例えば、 9番5番のオオカミとかもあるのかもしれないね。ね5番がつらりちになるから。ただた、体ったり7番がまっとう、6番つっちゃっていいかなこれは1番に言っとく。以上。4番のプレイヤーは発言してください。はい、よ,ろいよろしくお願いします。えっと、直近の、まず、各役の方にね、弁明すると、3 c 王の盤面だったら、釣り切り切 3, 3人全員、釣り切るか、1人に決め打つかの2択が、まあ、 テンプレじゃないですか。だからその場面だから、脳していっちゃうっていう人もいらっしゃいますし、まあ、残す人もいらっしゃるから、僕はその場面に合わせて変えていくっていう話をしただけです。個人的にグレーの中で気になったのは2、5、6。2週目時点でグレーの中に気にならない位置がいないっていうのは2番さん、ちょっと分かんなかったな。個人的に気になる点って5、6含め、まあ僕含めて、 結構あったんじゃないかなって探せたんじゃないかなって思うし、5に関しては僕に対しての助けは個人的に不当だと思ってるその具体的なことを述べようみたいな。6番さんに関しては何を言ってるのかよく理解できなかった。5A1256 片白も含めてね気になってます。5番のプレイヤーは発言してください。さいはい、お願いします。えっと、え5番って、あ、8番って2白 ?3 白じゃない。 わかんない。あ6番さん教えてください。8番さん、2六か3六か。3三四六だよね、うん。4番さん3白ですよ。で、えっ、ー、と、まあ、2番さんってあ結局怪しまないっていう感じで終わったよね、着地点が。だから、あんまりなんか2周目伸びなかったんで、つってもいいかなと思ったんですけどね。うんで、プツプツあ、ごめんなさい。えー、で、 8、9に関しては分かんないけど9番さん強陣あるかなと思った2、3、4に引っかかりはない7は良かったって結局、白先の5しか叩いてない感じがあったから強陣かなと思ったんだけど、はい、まあ、聞いてからですね6番のプレイヤーはい、7番いきますね。 うん。グレーの中で白っぽく思われてる人間が8、9をローと見た場合の相方の可能性があるっていう。だから、机上の空洞なんですよ、3番さんがやってることは。8と9のを、その、何の関係性も見てない。こんな釣られる発言してるんだったら、8番、9番が6囲わなきゃいけない盤面なのに、6でいいじゃん。そのベクトル切査じゃないんですよ。ちゃんと考えて切査しなきゃいけないんですよ。2番、4番のような、なんかふわふわしてる発言の方なのかって言われるよりは、 7番のようなとこだから、246。特に6なんか余裕で釣れるでしょってことで、俺を囲わないで、ね、釣られる SG 要因として持ってくる。と考えれば7番が一番怪しいんですよね。私の発言どうですかアンバーさん自体がベクトルセッサーできてないんですよ。全然。はい。8と9を何と見て6するのかっていう。そこができてないんですよ。だから基調の空論なんですよ。7釣り。以上です。7番のプレイヤーは発言してください。 ちょっとよくわかんないけど、何、八9進路かってしたとき7があるってこと単体精査をせずに6番っていうのは7番が真っ当とかって言われている白老1ポジションだから6番は7番を釣りたいってことですかね、うん、いや釣られても面白いから7番と勝負したいって言います。確かに8番、9番が人狼だからどういう信いんだよ人狼だった時って、まあ8番も9番も6番にフォーカスン。俺人狼なんだから別にいいでしょ まあ6番が相方ってあんまないのかな発言してるんですよね。<laughs> しまして9番が5番に、9番、九番6番だったら、なんだろう、う9番が5番に白を打つメリットってあんまないかなと思ってるから、そうすると246になるから、うん、だったら6番に囲って5番釣りをせばいいかなとは思ってるんだよ。まあただ、あの白出しの感じが、まあ、えっ、ー、と3番にヘイトが、 えー、6番が3番にヘイトを向けていて、えー、7, 番7番が5番にヘイトを向けている状況か、8番、9番が共にそこに白を指している構図から、8番、9番、新居もあるんじゃないかなって思ってます、今はね。うん。まあ、そうなると全然ローもある、6番のローはあるとは思ってますね。はい。まあ、わからん。まあ、6番は、村なのかもしんないけど、 なんか僕に思考ロクを入れてる人物なんで村じゃねえし別に俺面白いしだって面白くないじゃん2番4番釣りをしても4番さん24釣りをしたって別に面白くないから7釣りをして負けても7番釣りをして負けたいっていうどうせ負けんなら7番釣りをしてたいじゃん2番とか釣りをして何か勝って何が楽しいのって話なんだけどまず6番って、まあ、番どうせ負けんだからまあ多分一番 HP 高い人物だとか思ってるなで 6番が7番に喧嘩打って、まあ、3番にも文句言い,い、<laughs> まあ6クローが、あまあ、俺人狼だけど、俺人狼だけど、6番が3番怪しんでたから8が3、8三に、みんなに、ねまあ、楽しんでもらえば、るこのおかしな発言してる人は何者なのかね。3番は3に対する元気で、みんなに楽しんでいただければね。誰、まあ、も理解できなかったものだと思ってるんだよ。だから、もう別に3番に死のなんて打たなくても、別に3番つ釣られないと思ってるから、はい。 なんか変な精査してるなと思いました、7番は。はい、周目7は変ですね、はい。5番は僕の話、何も答えてないから目は変で。えー、まあ、2番は、2番もおかしかった。まあ、な7と7かに。9番のプレイヤーは発言してください。<laughs> 7かにあ、そう。じゃあ僕6番7番釣らないで、2番4番から釣りたいと思ってます。7かになの まあ6番がないっていうのは、多分八8番が9番に対しての精査をした段階で、まあ、6番、9番だったら、5番に白を打ったら6番死んじゃうでしょって話でしょ、それは7番3も言ってたけど、まあ普通に、なんか1日目だから7番は外していいっていう3番の論は別に全然飲めるけどね、まあ、7日にはなるかもしれんけど、3番来士だったからよかったと言って。あ 二番四番からどっちかこれ行こうかなと思ってるけど。あんまり様子は広いってないですね。は八番の触れ方が四番二番。2番僕二枚いきまーす。二 <laughs> 番四番だった。四番のはちょっとえ変だと思ったけどな。あと五番さんね、あなたね、あの僕は死んで置いとかないとね、死にますよ。はい、以上です。二番釣ります。一番のプレイヤーは発言してください。うん？いや、グレッ詰めないでしょ。八釣りでいきましょうのでね、していきましょう。八釣りでしゅ。 三番ンちょっと護衛ちょうだいね。八番線を指定で釣って白結果が出たら進角でいいと思いますので、まあ三番白結果しか持ってない状態でグレー殴り合い、九番ンを紙固定でいきますよ。八番ン釣って黒結果が出たら、まあそもそも九番ンが紙抜かれ、五番白軸でもいけますので、まあこれでもいいかなと別に思うところと。国王もそうですね。 強制とかって考えだな。発言の内容も三番に対する言及が非常に比重が高かったところも三番が記事ですでに出てる状態でしまで、あ、俺違外だし。使ってほしいなっていうところがあったのと、ああどうする九番,番,番かむ。今かえよ。面白いそうだから九番かんむ。揺れずり。だから二しろとか持ってる占い師がいたらめっちゃ辛っぽかったんですけどね。あ,あにっちずりすんの？ね、のありえないでしょう。二、ね、番七番釣り対象軸と二番四番釣り対象軸でしょ。八番釣るわ。八番が 二番七番、四番,番、四番。九番,番人狼ね。それでいいのね。はいはい、わかりました。九が後ろの八。いや、はしてや、や八番行きましょう。 8番が黒結果じゃなかったら、ちょっと一番が責任持ってこの村を勝ちに導きましょう。あ、そう。じゃあ8つるよ。じゃあ8つるよ。俺人狼だし、8番、9番いなくなってくれたら、6黒ロたれても俺平気でいられるのね。あ、いいですよ。九番、ローで置くのね。あ、いいよいいよ。9番の結果、向こうね。はい、置くわけ。ク黒出ても向こうね。6黒出ても向こうね。はい。オッケー、オッケー。うん。 6ローだったときは、あ、6ローだったときは9番ャンあるんかな。8、6の6のつながり。でも8番が3番に。なんで9番が5番なんだ、ね、いやいや、ぶらさないでくださいね、村。村、ぶらすなよ。マジで。うん、怖いから。8番してでしょ。うん、以上でしょ。あの、8番に死んでも、標準でもすんないとね、明日は怖いからね。明日。たぶん、し まあ私は辛いなきゃいいだけだから、人も狂人もストレスでしかないと思うけど、私はただの人のローだからね。で九番の色結果が無効になると思う。<8番 S 1> ありがとうございましたね。ね楽しい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 。楽しい。しいしいしいじゃあ三番ちゃんを考えますか。八番だからね。のプレイヤーは発言してください。めちゃめちゃ腹だったから一番入れたんだけど、ま一番じゃ勝てるんですねマジで。はい。 7番の8番、狂人置きとか、変でした。変だったでしょ。で、2番の、だから2番、だから8の発言組み取れるときに、なんか4以外、変なとこにいい精査にならないから、2番もそこ変だったから。まあ、だから、消去法で4番が一番マシだったってわけね。はい。まあ、6番は意味わかんないけど、まあ、オじゃそうだったって話。はい。だから、変、僕、何もおかしなこと言ってないと思ってるんで、はい。3、1 5へね、1号はい。 いいです。まあ一番じゃ勝ちに導いてください。はい。一番がミスリードして、いから行ってはいけないというお勉強のコーナーになるか。かといっても4番と俺弱いから、まあ、負けんじゃねっていうか、でも二個がいるからね、奇跡起こるかもね。てくださいはい。まあ、3でいいっすよ。人狼は,人いはい。3ですよ、普通に。はい。今黒で見てくれるそうなんで。うん。<laughs> そう、 4黒ようん、覆、う、す、ん、可能性あるよね。まあでもまあいいんじゃない ?4 と6に黒出ても9つってくれるから。まあ信じます、まあ。他黒だったら、まあ、46白だったらいいな。ね、46白であってほしいけど、まあ難しいね。間違いいね。うん。いいんじゃないここを決めたら、別に。だって俺オカミだから別にそこまで貸したくないし。 狼は、ね、適当にやってっから、適当にやってまったりやってアイソンジも狼は喜んで自爆して、それでもいい分保ってればそれでいいっていう考えだからね。うん。本当に。俺なんて試合見てれば狼適当に流しすぎて、狼速攻で終わりてるから自爆も早,早めに自爆するし。あの、アイソン処理の時は。 これでもまあ5割超えてればいいなって。まあ3番ちゃんをかまないとね。3<番>投票の遺言なんて無のこうにしますから。4番が4番になっても私は4黒ででも私は9。はい、8白に白把白しました。そうですね。個人的に2週目発言聞いて気になった点は5、6、7かなグレーの中だと。 5番さんに関してはなし、なんか、最後に4番さん、3番さん、片白ですよみたいな、なんか、なんか俺に助言してくれたのかな分かんないですけど、なんか、なんか助言される要素あったかなって、話を聞いていないのか、理解力に乏しいのか、俺がか、5番さんかか、分からないし、6番さんに関しては、7つり、まあ、7つりの理由があんまり理解できなかった。8番、で、7に関しては、そうね、誰かが言ってたけど、8、 旧信教のスケールが個人的にあんまり見えてこなかった6の3叩きって明らかに釣りに持っていけるだけのパワーはなかったと思う。とりあえず一応、霊能の信仰に従うつもりではあるけど、うん、8種落ちちゃってるしね。うんまあ、とりあえず霊能の信仰に付き合うつもりではあるけど、 心境。まあ今んとこ心境そこまで追える要素はないから、心境を終える要素がなければ基本的にこのゲーム、進路の方が多いと思ってるから、一応心境を追える要素がないなら、オートで進路になると思ってるけど、まあまあこういうことはあんまり言わない方がいいのかな。叩かれちゃいそうだし。今の発言はな,、まあ、なしでも取る、なんか叩いてくれても結構です。はい。ごめんなさい。えっと、そうね、あんまり必要のない発言だったわ。えっと、そこで、ね。 とりあえず、霊能の進行に従いますが、現状、グレー、どこもなんか違和感が持ってます。白を置けるところないなって思ってます。5番のプレイヤーは発言してください。さいはい、お願いします。まあ、4番さんがね、8番さんに白で最後考察してたように感じたから、ちょっとそれは、あの、申し訳ないね。で、だろうな、9番さん目線、あの、俺を、俺に対して、 俺を真に見ないとあなた死にますよって俺強人っていう目線はないのかな9番さんと思ったけど9番さんは強人で見てて俺がねないのかなと思ったから9番さんにせや,やなと思ってるで6番さんがねまあ適当に3釣り押しあの2周目7釣り押したからまあ強人目もあるんだよね6強だったら9ローで相方がどっかっていう感じだけど だろう四番さんも黒いんじゃ黒いんだよな何か結局ツリー言わなかった6番のプレイヤーは発言してくださいはいあの9番死んだら74でしょでたいローのまあ25で囲ってるか4番なのかわからないけどだいたいこういう時97ロールなんですよ うん、3番なんているんだから、これは6番釣れると思ってる感じだから。ところは、どっちにしろ7番って柏だと僕は思ってるんですよ。だから、9行って7行くか、7行っても9行くか、もうどっちでもいいんですよ、僕は。もうはっきり言うと。で7、9番が7行けんのかなっていうだけの話で。まあ、9行っていいですよ。8が真だったら可能性で高いけどね。まあ、真童だったらっていうのもあるけど。まあ、真教で見ても真路で見ても7は柏だと俺は思うけど。うん。まあ、9行って7って感じで行きます。 まあ9番が死んで7四だったらまあ4七が意地でも6番投与するでしょうね。で仮に9がローだったらまあ7番はまあ6番を釣り寄すんでしょうね。もう9七か七7四で見てます。はい。7番。 のプレイヤーは発言してください、さいはい発言します。まあ、7角黒の理由を述べてほしかったですね、6番さんにはぐらいかな。8強人、急進世界だと、4番、6番、ローローなんですよね。うーん、まあ、6番はおかしいと思います。 まあ8番も7番が8番強人視点だけの話をして7番がおかしいって言ってるから俺って別に9番の強人戦もあるし8番の強人戦もあるよねって言ってる人物だからなんか8の精算もおかしいなって思ってるからまあ8の強人もあるのかなとは思ってるんだけど急進世界で4番6番でしょうんまあでもあるっちゃあるのかこの盤面だと あんま正直あとね、4番視点で、なんだろう、8番強靭、9番死んでたときの7番、6番、ローロっていうのが、終えてなかったんで、まあちょっとそれ気になったかな。4番視点7番、6番、ローロってあるのかなって見てほしかったし、ぐらいですね。6番に関しては相当な雑なぐりなので、まあ村でやってるかもしれないんだけど、いらねえなって思ってますね。 裏で殴り合ってたら残念だなと思うけど、うん、9番7番はないと思いますよ7番って5番6番ヘイト向けてて9番が5番白ださしてるんで、はい、まあ任せるけどグレなら6番いきます9番のプレイヤーは発言してください はい、いお願いします。まあ、1番さんが言う通り僕は8番オオカミで追ったんだけど、まあ、噛まれてもしょうがねえや1番が絶対勝ってくれるって言うから、まあ、僕が噛まれたら5番はとりあえず死ななくて済むからと思ったんだけど3、まあ、番占いま,した、ね、3番さん噛まれてるんで,で8白っていうのはちょっとびっくりで、まあ、2番白だったんですけど、まあ、8番がオオカミだったら2番7番のどっちかにいるんじゃないかなと思ってあの取ってつけたように2番7番って言ったから2番占いました。 まあそうすこの盤面で八白が見えて僕視点だとやっぱり6番3から落とすべきだと思うんですよ6番4番は、まあ、4番派生からは6番に対してそんなに触れてないんですよねあんだけの発言で,で6番は7番をぶったたいてるんですよだから6番7番か6番4番のどっちかだと思うんで6番から詰めたいですはい1番さんお願いします6番詰めてくださいお願い 僕、オオカミじゃないです。以上。1番のプレイヤーは発言してください。わかりました。9番1本ずりでいきます。8番さん任してください。任してください。君の白を引いたとき、9番さんはほぼローロックでいいと思いますこれは、まあ、発言の内容からなんで割愛しようと思いますが、9番をオオカミ軸と落とした後の明日の戦ううちでしょうね。6番と7番、いや、567フォーカスか、 467フォーカスか46フォーカスかでちょっと考えたんですが、今の現状絞れてるのは567フォーカス。で、2番に対しての釣り対象軸をこの村で使うかどうかは最終縄で考えてください。最終縄。明日の縄に関しましてはね、今日は9番ローロックで落としましゅう。8番シャオンを新宿構成で行き、 多分8番新宿9番ローロック5番はちょっと強人の可能性があるかなと思いますので67でいきましょうか明日の人の生で終わらすことを考えたらこれはねう674、まあ、番さんどうしようかな45に強人、67に一郎9番狼8番新かなと思うんで2番んは明日の生ではないと思ってて今日9番を釣った後絶対に行ってほしい1行きましょう もうわかりました。村の皆さん、これで考えてください。もう、あの、これでもし村が間違えたとしても、あんまりいろいろいません。国王ってさ、明日いないんだけど。俺、オカミだからさ、占い釣りって信教もあるよ。るかよだからやめた方がいいよ。こんなにやる気ないオカミで、余裕で俺釣れたのに、キッシュがロックオンして。なんで,で,で,、ね、で俺釣らないんだろう。 本当に俺の陣間が見えてて、わたとかわいそうすぎてらくやってるのかっていうぐらい。9番が6釣りをしてるからね。よな、心配があるから狼だと思います、つりまして,もろて。あ、いいっすよ。3番って震えてるね。67で迷うんかい。61本だろうって3番言ってると思うけど。<laughs> はい、お願いします。 一番下に言っとくと僕は迷わないです。7つります、明日は。これは決めています。まあ、9番釣りは別にいいと思う。売らないから釣り入れんのもたまにはいいかもしれないですね。うん。なんか、うんまあ、全体にも言えることだけど、なんか9番に入てい,い,い,もい。SG 安いんすっちゃいけないんだよ。SG は、ね、残しといたらね。あの、俺が白く見えんだよ。 2番を釣り寄さない男別になんか8番死んだ時って8番の占い結果ないんだからもう全部フラットでいいんじゃねって思うけど9番の死んだって別に拾えてないしあとなんか4番死んだ5番あたりに言われたんだけど 2>, 2番はなんか俺結局何が言いたいのみたいな俺を超えて <laughs> もっときなんか気にならないのって言われたけどいや何も気にならなかったです一周目昨日誰も別になんかそこまで怪しくないし 黒いと思える人物も白いと思える人物もいなかったです。まあ、現状、一番今黒いと思っているのは7番。白いと思っているのはそこまでいないけど、えー、と消去法で信じようかなと思っているのが6番。ありがとう。かだから67なら 100%7 番を処刑しますあ 2> あ。2番いかないですよ。2はいかないんで。ででい7行きます97ローローで,追っ,で<番>追ってるんで。2はいかないですね。2は白い。 こうやって、かくらだもん。二も五も七も。さあ、村の分裂を楽しみましょうか。の一かまあ、ひろちゃんに。かな女性がいなきゃ真面目にやれませんよ。女性がいなくても真面目にやらないし、男性だけでも不真面目ですよ。それでもね、村まさかの7番つって勝つなんて、そんな夢物語を描いて勝つんですよ。3番も出なきゃよかったですね。石の位置バレちゃいましたからね。鉢釣りアザス。 だって初日俺ずりだとは僕普通に考えて。8番盤は強人としていい仕事してくれたよ。9番もいい仕事してくれたね。 6釣りをしてくれたから俺が白く見える方い <laughs> まず一番さんに言っとくと8番が強人だった場合って僕後ろに白持ってんだから4番6番7番に2に色いるわけですよで2人ともに繋がるっていうかね4番6番6番7番7番,7番4番だったら2人ともに繋がりそうなのが番番この村を勝たせるって思ったら1番って3日はいないんだぞ1番がいればいいけど1番がいない状態でやらなきゃいけない村のしかも多分4番と8番の色結果がと番の色結果が6番 おかしい,いでしょう。九、ね、番がなんか二成なんだな難しいんじゃないですか。心境盤面なんに、ね。二番五番の色結果無効ですみたいな感じになってる。そのだと思ってたけど。<laughs> まあ、とりあえず二番さんはあの六番七番七番ツルーじゃなくて、とりあえずちゃんともう一回精査してね五番も二番五番頑張ってはい。 スリッチがなんか、確かに八番、どっちが死んだんだろうね。黒く見えたん、同人で。五番と六番で。人を遥かに超えてんの、俺。目を閉じてから。白いの、そんなわけないでしょ人狼は。はい、目を開けてください。一番噛みましょう。人狼は。人を殺してください。うん、なんかおかしい,いな。七、頑張って、卒業の進行、ソロプレイ進行を取って、勝てそう。心境、うん、があるのにね。 盤面あるからいけ絶対いらないいいけないんだよね、うん、何もしてないですけど勝てそうす何にもしてないのに、はい。あの、真がいなくなってくれたっていう。9番が真の可能性あったのに、二号が色結果無効になるっていうね。<laughs> いやー、素晴らしい。素晴らしいですね、もう。<laughs> 絶対ね、心境盤面があるから、言っちゃダメだから、新郎盤面だったらいいけど、一番のノリではね、唯一ミスってんのはね、グレーに二郎もいたっていう。 でも一番って責任取れる立場にないでしょって俺どうもしてないよね1番って責任取れる立場にないでしょ3日もいないんだからでね3番が投げてると思うで七つるのっていう六つらないで7つんのこの村はっていううん多分反省会で、ね、朝が来ました静かに語りかけてくるから一番も聞いたら <laughs> 昨夜死んだのはただ私は諦めないが七番いきます<番>諦めないネバーギ r g i v ここで思ってはいけないおごりはダメ 2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいはいお願いします、まあ、特に昨日から更新がないので昨日言ったことから考察は進んでおりません1番の遺言から67並んだということなんでまあ9番の遺言を受けて1回もう一度6番も再生者には入れるけど僕は占いが信教の時こそ6番の狼がないと思っています うん。8番が、んちょっと待ってね。7か2。7か2。8番が7二ランと釣り、七二を釣り位置に上げ、9番が2番、4番を釣り位置に上げたんか。1周目は。うん。9、7二は見えるけどな。 いや、僕はね、6番と同じでね、7番がすごく今は人外に見えている。理由を言ってほしいんだったら、端的に言ったら、えっと、7番って叩かれたから叩き返しましたみたいな考察、発言がすごく僕は人外に見えた。6番が最初に言ったことはあまり僕には腑に落ちなかったけど、その2周目の7番の返しがとても狼に見えている。9番狼だとしても、一番相方にふさわしいのは7番かなと思って 時点で5番。7つって終わんなかったら、明日また考えようかな。ピ p ピが起きたら、しゃーない。一番のせいにしよう。4番のプレイヤーは、フラットに再提査し直しても僕はいいと思いますけどね。やっぱり2週目の、1日2名2週目のね、2番さんの5、6に全くおかしな点を感じないっていうのは違和感だし、この僕に対する具体的な話をしろっていうの明らかに不調だと思うし、6番さんの言ってることなんて1週目何言ってるのかようわからなかったし。 うん、でその点で5も怪しい、6も怪しい、7に関しても新規を見るスケールがわからん。6、9、でもそうね、9、老軸に置いたとき、8か7、4、ん ?2、7、2で置いてたところに2、4で合わせて2をかぶせてくることから、2は若干白い、盤面的に占い師して、白いのかなって思うけど、逆に9、新、8、 今日で置いたときはもう何もわからなくなるな、正直。八番さんが強人だからラインが見えなくなってくるから。7番さんにアンサーしたいけど、ちょっと初定時だったから67のスケールが見せなかったのは申し訳ないと思ってる。うんまあ、67でもいいのかな ?5 番のプレイヤーは発言してください。さいあの、まあ、単体では4が黒いと思ってるかな。2番さんに引っかかったのは97って見えるあの ?2 番さんの本線9ローのとき7でしょう 97って見えないんだよな。96なんてもっと見えないし。なんで、2か4つって終わると思うんだけど、4番さんに関しては、本当、何言ってるか分かんないかな。理解があんまできない。で、2番さんは、ちょっと村っぽい要素があっ,たっちゃあったんだよね。その、全部フラットにするべきだっつってあの、2と5に触れるべきだっつって、自分の、 HP を下げに行くような行動してるからね。2と4なら4行きたいかな。97見えないんだよな。9が5白でしょ ?7 が5ぶったたいといて、うん。見えない。96なんてもっと見えない。6番のプレイヤーは発言してください。えー、7番いきますね。 9、6軸で置くと2、4を釣り位置に上げてるから、2番とか4番って白く見えてて釣りをそうとしてたって感じだよね。2番にしては8番から2番をされてるのに9番が2番含めてるんだから。よっぽど白で釣れると思ったってことだから2番でキャンセルしてもいいと思う。だから、9、7を本線で追ってますよ。はい。4か後に強陣いるんじゃないかなと思ってますよ。5番がひょうらしてるとか、4番がフワフワしてるっていう。2番はあんまり追ってないです。だって、 9が2を押してんだから。8が2を押してんのに。普通にダメで9、7。まあ、急進でも7、4があるから。だから4番って、こうしたんだんと6番釣ろうとしてんのかなってまで見えるからね。温泉9、7。4番、5番が標準い,いるって感じだてに見えてますね。うん。一応7、4もあるけど。だから7番が僕にっとって書く黒なんですよね。以上です。7釣ります。7番のプレイヤーは発言してください。さいはい。 まあ現状見えてる視点だと5番が村っぽいなって思ったかな。5番強靭視点でも7番6番ってない位置だと思うんですよ。8番9番、えー、9番がローだからね、5番強靭視点で。だから5番は村格でいいかなって思ってます。はい。で、えっと、私が8強靭9進を追う場面って4番6番ローローの場合なんだけど、4番の感じで、 えっと、2番が7番に行くっていう構図で、4番って7番に、えー、2番に合わせて7に行くって言えばいいから、4番6番ローロも見えないですね。4番6番のパワープレイで7釣れれば今日終わるんで、4番6番が見えないんで、まあ9が2世8がシーンかなと思ってます。で、9が2世の場合、えー、まあ人狼なんだけど、9強は、まああるか後に最初しろっていうかね、 八進で強。でも八進9強だったらいいのか。いや、わからんな。まあいいや。まあ、きえっ、ー、とね、9番ロージックで言るとき6番って絶対ないと思ってるんですよね。6番って7番黒ロックしてるから、あれなんだけど。えー、5番と同じ思考で9番6番ロールはないと思ってるんで、2番か4番にいると思ってますね。2番さん、なあの、6番の7の黒理由聞きました全然言ってないですけど。 それでも7に入れるんだって思ってまあ5番が4番入れるって言ってるから僕も4番に行きます6はないと思ってるんではい投票を始めてください何やじゃないべ <laughs> 謎の謎の謎の俺9ローのロックが外れないっていう急進軸が追えなくなる状態緊張盤面があるから占い釣りはやめた方がいいね敵<番>の四番釣り？ あーさーすこれがヒロちゃんン <laughs> お急強化あ、8進だったんだラッキー